千代田型は幕府海軍の後に日本海軍の軍艦。千代田は江戸城の別称で形がつくのは同系艦が予定されていたため、幕府軍艦としては初の国産蒸気砲艦で薩摩藩の雲行き丸、佐賀藩の両風丸に続く3番目の日本国内で建造された蒸気船。江戸湾。 大阪湾防御のため量産化が計画されていたため、千代田、形と名付けられたが、結局二番館以降が建造されることはなかった。江戸脱走以降の館長は、森本博史作。設計者の一人ひだ浜頃明治2年5月、艦籍を政府軍に移す。艦名、千代田系。一時久留米藩に預けられたが、明治2年7月20日久留米藩から返還され。 兵部省所管となった。明治3年2月24日、海軍総連署に引き渡され、練習管として使用された。明治3年7月に、不仏戦争が勃発し、中立を守るために各校に召喚隊が派遣されたが、第二堤防と千代田方は品川に泊まり、同地の警備を行った。翌明治四年三月七日に警備は解かれた。同年九月十八日、 千代田方と日清は艦隊に編入された11月15日、7島間に定められた。明治5年9月29日、千代田方は造船局所轄となった。1873年2月2日、千代田方は主船領所轄から提督府所轄になったが、3月13日に主船領所轄に戻された。1875年11月13日、 千代田型は常備艦とされた。1877年1月24日、行行出発に際し、東、豊省、某春、千代田型の4隻で小艦隊を編成して、金田湾まで見送り、木とは蒸気機関運転での艦隊運動訓練を行った。1878年1月6日に、横浜港から横須賀に、開港、2月17日に、 横浜に開港された。1月26日、千代田型は六刀間に定められ、定員は44人に改正された。なお、海軍省報告書によると3月22日に、下位六刀とされている。5月11日、東海守府所轄の千代田型は、練習艦とされた。5月27日、横須賀に開港。7月9日、水雷加護用のために、 横浜に開港、翌10日横須賀に戻った。11月26日、12月4日、12月11日は、演習参加のために横須賀を出港、同日横須賀に帰港した。12月17日、艦隊運動訓練のために横須賀を出港、同日横浜港に入港した。翌18日も、艦隊運動訓練のために横浜出港、同日横浜帰。 12月19日も艦隊運動訓練のために横浜を出港し、同日横須賀に帰港した。練習のため2879年1月15日、横須賀発、同日横須賀期。同様に練習で1月22日、1月29日、3月5日、2月12日、2月26日、3月12日、 4月2日に横須賀を発着した。4月23日は、不装の大砲試験が行われ、その断着を見るために、ジオダ型は横須賀を発着した。5月2日、7月2日と練習のために横須賀を発着した。これら流行のために8月27日に横須賀から品海に開港。これらが収まったため10月9日横須賀に戻った。 12月9日期間の試運転のために横須賀を発着した。1880年1月20日、東海守府所轄の千代田方は、つなぎパク練習艦とされた。3月15日練習のために横須賀を出港、同日品川期、17日品川発、同日横須賀に戻った。4月1日に横須賀造船所で修理を開始した。 1881年6月14日練習のために一旦横須賀から品川へ開館6月19日横須賀に戻った。1882年5月12日に修理が完了した。同年12月31日現在で千代田型は東海守府所活のつなぎパク練習館となっていた。1883年2月23日修理に ついて、最下、2月26日に、横須賀造船所で修理を開始した。同年12月31日現在で、千代田型は、東海陳述所活のつなぎパク練習館となっていた。明治21年1月28日除籍。除籍後は、千葉県に交付、日本水産会社に対応され、千代田丸となった。その後の消息は不明であるが、1911年に、 解体されたという、軍艦の部屋、ありがとうございます。